住居行動、チーム展開から全員に行った研修、先生、来てますか。重要度のジャンルも終わりましたか。全部終わりましたか。大事コート、呼んでみてください。はい、その方々が愛ちゃんのジャンケンを笑いさせてください。キックボードは大丈夫ですか。それじゃあコートの確認をします。第1コート、第2コート、第3コート、第4コート、第5コート、第6コート、第7コート、第8コート、第9コート、第9コート稲田さん、第10コート、第11、12コート、皆さんにご覧いただいている第24回全国風船バレーボール大会ということなんですが、まあ、今年で第24回目を迎えることなんですけれども、まだまだですね、知らないという方も、そして見たことがないという方もたくさんいらっしゃると思いますので、ここからは風船バレーが一体どんなものか皆さんにですね、今日知ってもらうために詳しい解説の方をとご一緒に番組を進めていきたいと思います。番組の解説は日本風船バレーボール協会会長、そして北九州市立若園小学校教諭でいらっしゃいます林先生です。よろしくお願いします。林秀幸さんです、はい、よろしくお願いします。林さん、日本風船バレーボール協会会長ということで、長年風船バレーについて携わっていらっしゃると思いますが、まだまだですね、風船バレーボール知らないという方も多いと思います。
Thank you.
Thank you.
決勝トーナメント2回戦の組み合わせを発表します。続いてはリーグ戦 A チーム A クラス2位の B クラスです。まず A クラスから発表します。第1コートバットストーム7対大阪ハックラー7。第2コートクリームカート7対マー1カチリア。第3コートイミテーションコート対大阪ハックラー風の芝。第4コートクラブマイケルバルカー対モラカス。第5コートフリーザン対アッサカー。第6コート長崎振興委員会対マス。続いて右側です。第3コートクルールレンジャー A とのハットルーム。第8コートキャップアイ対クラブマイケルキング。第9コートクローバーの魔法対テラクルスの魔法。第10コート大分風船バレーボール執行委員会対ナンバーシックス。第11コート上風船対オイランドキャラバ。第12コートリラックス対クラブマイケルオープンです。まもなく AA クラス決勝トーナメント1回戦が始まります。試合時間は10分、ラスト6分は選手交代、タイムアウトはありません。それでは、ご報告の確認をします。
コート。
はい、リハーサル1分前です。30秒前15秒前JR 小倉駅ジャムビジョンをご覧の皆さん、大町銀行街大町ビジョンをご覧の皆さん、こんにちは。そしてユーストリームで全国でご覧の皆さん、こんにちは。有田翔です。さてここからは第24回全国風船バレーボール大会を皆さんにはご覧いただきます。この番組はタウンマネジメント大町、ライブメディア協議会、北九州市立大学地域創生学群の協力でお送りします。さて朝9時から開会式が始まりました。そして48チームの予選リーグを戦ってもらいまして、今ですね A、B、C、D クラスの1位、2位、3位の決定戦が行われているところです。ここからは解説を日本風船バレーボール協会会長、そして北九州市立若園小学校教諭でいらっしゃいます林秀幸さんと、そして実況は小座本健二さんと番組進めてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて林さん、はい、今年で第24回目を迎える全国風船バレーボール大会なんですが、はい、まだまだこの風船バレーボール大会知らないという方も多いと思いますので、はい、簡単にですねどういったものか教えていただけますか。はい、障害者の方とですね健常者の方が一緒に楽しめるスポーツということで、もともと実は北九州発祥のスポーツになっておりまして、はい、今回が全国大会としては24回目ということですが、私自身もこの大会には深く関わっているということですね、はいはい、で風船バレーボール大会ということで、まあ、風船を使って、まあ、バレーボールのような、まあ、スポーツということなんですが、これをですね実況するっていうこの番組が今まで全くなかったんですよね。はい、まあ、で小崎さんが初めて担当するということで、はい、どうですか。ですよ、いや本当にですね初めてということでワクワクしてますし、正直さっきからの予選とかずっと見てたんですけど、僕舐めてました。こんなに激しいスポーツだと思いませんでしたもん。そうですね、はい、すごいですよね。迫力、サーブもそうだしアタックもそうだし、単なるレクリエーションではないというのが本当によくわかりますよね。はい、風船って結構軽くって、今ちょうどその、はい、風船ボールバレーボール大会で使われている風船があるんですけど、結構軽くって、はいはいはい、なんか場合によっては試合中に割れるということもあるんですね、林先生。そうですね、はい、中に鈴が2つ入ってまして、本当に強いアタックをするとかなり割れるということで、1試合にどれぐらい割れるかっていうのは したいかもしれないね。大会でね、これまでのやつね、はい、いくつぐらいボールが用意されているかとか、ね。なるほどですね。でも風船バレーボール大会って私今までに1回か2回見たことがあったんですけど、なんかテレビとか、まあ、外から見る感じではもっとこの風船ってこう厚みがあって、あなんかもっとしっかりしてる風船だと思ったんですけど、意外と薄くてびっくりしましたね。ですね、中に鈴が入ってて、で視覚障害者の方でもその音を聞いてボールがどういう風になるか分かるようになってるんですよね。はい、まあ、こういった、ね、特殊なルールやこういったものを使いながら全国風船バレーボール大会、うん、今年で24回目を迎えるということで、まあ、これからもですねいろんな方たちに知っていただくために、まあ、普及活動も林先生も頑張っていらっしゃるんですよね。はい、で一応今第4コートでどことどこの B クラス2回戦が行われておりますという形で、ちょっと紹介するような形で、はい、どことどこになってますと。でルール説明に行きます。こんな感じでいいですか。じゃあルール説明振ります。はい、はい、ということで詳しいルール説明はですねこちらの VTR を見て皆さんには学んでいただきたいと思います。それでは VTR どうぞ。大丈夫。こんにちは、
僕風坊くん。今日はみんなで楽しめるスポーツ風船バレーボールを紹介するね。よろしく。風船バレーボールは障害のある人とない人が対等の立場で汗を流せるスポーツなんだ。ボールはちょっと厚めのガム風船を直径40センチに膨らませて使うんだ。そして目の不自由なプレイヤーのために風船の中に鈴を2個入れて音が出るようにするんだ。色が識別しやすい風船を使おうね。そしてコートとネットはバドミントン用のものをそのまま使うんだ。風船バレーボールは障害のあるプレイヤーが3人から4人、障害のないプレイヤーが2人から3人の合計6人でプレイするんだ。障害のあるプレイヤーをハンディプレイヤー、障害のないプレイヤーをアドバンテージプレイヤーって呼ぶんだよ。でもハンディプレイヤーは、まあ、本当にルールは、この大会でも新しいルールでどうのこうのありましてですね、というところですね。はい、はい、でルールの後受けをして、はい、さあこの風船バレーボール大会なんですが、健常者の方とそして障害者の方、まあ、いろんな、ね、絆を持って皆さんとの触れ合いを感じることができるこの大会なんですけれども、社会的意義はどのようなことがあると思う。あ、でも言っちゃったですね。そうそう、言っちゃダメですね。危ない危ない。うまいことをしながら小田本さんも交えてやるような感じだね、はい。で、実はこの大会にはテーマ曲があるということで、と、うん、いうことで話を振って曲をかけるような感じだね。ですね、はいはい、じゃあ OK、 じゃあ次学生の部分いきますので、じゃあ2人、じゃあ次学生ブロックのリハーサル。先生がそういうのを言うような質問をすればいい。そう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 、マイクマイク。でもこの時にはお酒さんはいらっしゃらない。曲終わってそしたらもう入ってるって状態ですね。あ、よかった、はい、じゃあ、あ、スイッチ。あ、ない。あ、いいよ、出てる。あ、チェックした。あ、ごめん、入った。はい、あ、はい、じゃあ、じゃあ学生部分いきます。取手出しの VTR あります。その前に CM がありますので、こっち側です。はい。じゃあ学生の部分入ります。はい。じゃあ曲終わりからいきます。はい、曲終わりました。9、はい、さて皆さんには風船バレーボールテーマソング風に思いよを聞いていただきました。さてここからはですね、新たにリポーターのお二人を迎えて話を進めていきたいと思います。北九州市立大学地域創生学群テレビチームの辻畑実里さんと渡辺優子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずあの北九州市立大学地域創生学群のテレビチームということで、はい、初めて私お伺いしたんですけど、どういったチームなんでしょうか。はい、私たちテレビチームはですね、3ヶ月に1本 CM を作成していまして、先日ハッピー CM コンテストという北九州市の魅力発信 CM を作成するという、企画が50周年企画でありまして、はい、そこで私たちは、昔と現在とこれからというグリーンバードという清掃活動団体を題材にした CM を作成させていただきました。先に自己紹介聞いた方がよかったですか。自己紹介がじゃあ私がすいません、じゃあテレビチームということで、じゃあまずお二人のことについてお伺いしたので自己紹介をお願いしますと言いますね。はい、私は北九州市立大学地域創生学群2年の辻畑実里と言います。
はい、同じく北九州市立大学地域創生学群1年生の渡辺優子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ1年生2年生ということで、まあ、大学入ったばっかりで、はい、いろんなことを楽しんでいると思うんですけれども、まあ、その日々大学の生活の中でテレビチームとして何か活動をしてるんですか？そうですね、私たちは先日行われましたハッピー CM コンテストという CM コンテストにテレビチームで CM 作成を行っているので、ここで、はい、作品を出させていただきました。そっか、じゃあテレビチームって何ですかって聞いて、はい、でさっきのこと言ってもらって、で、まあ、その流れで CM の話をして、でじゃあその CM 今日は持ってきていただいたということで早速見せてもらってもいいですか？はい、はい、ぜひお願いします。はい、 CM みたいな感じかな。そうだね、自己紹介30秒ですので、CM30 秒です。なんか、あ、そうでした。テレビチームってどんな、はい、さてお二人の作ったですね、テレビチームが作ったハッピー CM コンテストの作品、昔と現在とこれからをご覧いただきました。これを学生たちが作るっていうのはすごいびっくりしましたけど、いろいろ大変だったんですか？そうですね、その日は丸一日暑い日にその撮影したので、ちょっとスーツの人が暑そうでしたね。そうで、で昨日ですね、はい、そのハッピー CM コンテスト の結果発表がありまして、はい、この作品なんですけど、なんと4位に入賞することができました。おめでとうございます。作品ってかなりの数があったと思うんですけど、第4位とはかなりの好成績じゃないですか？全部で57作品中の、はい、4位という結果をいただきまして、はい、素晴らしいですね。じゃあもうそんな実力も実績も持ったお二人が今日はですね、なんと風船バレーボール大会に出ているチームのレポートをしてきてくれたということで、はい、はい、3チームしてきてくれたんですよね、はいはい、じゃあまず1チームずつ見ていきましょうか。まずはどこでしょうか？1チーム目が KSG 北九州チームの、はい、そうですね、私が撮影をして、はい、みのりさんが、はい、リポーターを行ってきました。はい、それではご覧ください。みたいな感じ。はい、それではこれから KSG 北九州チームさんにお話を伺いたいと思います。はい、まずどんな KSG 北九州チームさんとはどういったチームになるんですかね？はい、あ、 OKOK、 こんな流れです。 KSG とは北九州市議会、52分よ。はい、